どう？チョコレートとか飴は水分が一切含まれていないからカビや菌は生えないし、よほど味が変じゃない限りは食べても大丈夫って言うしね。缶詰も10年くらいは大丈夫だって聞くし。俺はいいよ、君が全部食べればいい。俺は食べないことに慣れてるから。どうしたの？あ、こっち向いて。君が食べないのなら、俺が強引にでも食べさせる。嫌だった。そう。よかった。食べたくなくても、食べた方がいい。いつここを出られるかわからないし、雨に打たれて、体力も消費してるんだ。何か失礼なことを考えなかった？まあいいけど、くだらないことを言えるくらい元気そうでよかったよ。それでもっと食べないの？食べないなら俺が無理にでも食べさせるけど。はい、口開けて。何？別にお腹空いてないし。そうだけど、そこまで言うならこれも食べようかな。飴は飴。また何か考え事をしてる。しかも今度は勝手に安心してるみたいだし。わかるよ、君の魅力的なところは表情だ。万華鏡みたいにくるくる変わって面白い。ずっと見ていたくなる。さっきから何を考えてたの？
昔を思い出したり、当たりみたいだね。確かに今のこの状況は昔と似ているかもしれない。いや、昔と言ってるけど別にそんなに昔の話じゃない。現実でどれだけ時が経っても俺にとってはついこの間のことだ。うん、家の中は寒かったよ。冬場だったし、灯油も切れて暖房も使えなかったからね。毛布をいくらかき集めても震えが収まらなかったし、手が赤切れて痛かった。でもそのおかげで匂いもだいぶ抑えられていたし、悪いことだらけじゃなかったかな。電気は通っていたけど明かりはつけなかった。俺にとって暗闇は見たくないものを隠すために必要なものだったから怖くなかった。最初の頃は空いていたけど、だんだんとどうでもよくなった。視覚的にも嗅覚的にもどうしても食べる気にはなれなかったし、別にさっきも言ったけど現実世界での出来事は俺にとってはついこの間のことだ。でも全て過去のことでもある。だからほら、少しの間眠っていたらまだまだ雨も止みそうにないし、もしかしたら眠っている間に晴れるかも。目をつむってればそのうち眠くなるよ。違う、やっぱりうまくいかない。まあいいや、もう一度。まあね、君が眠って暇だったから分からない。でも君がピアノを弾いてるのを見ていいなって思ったんだ。
み。あ、そう。お。ラシドってどうやるの？もう指は全部使い切ったし。もう片方も？指が動かない。ラやっぱり難しいな。ねえ、何か弾いてみて。やってみて思ったけど、自分で弾くより上手い人の演奏を聴く方がいいや。なんでも。すごく綺麗だ。手元を見ずに弾けるんだね。見せて。君の指好きだよ。君の指は魔法使いの指だ。美味しい料理も繊細な小物も美しい音楽もこの指から作られる。どうしたの？あ、まあ、歌に手先の器用さは必要ないからね。俺が君のピアノに合わせて、はあ、できるかな。わかった。やってみる。でよかったかな。君のピアノがね。君のことを思ったら自然に出てきたんだ。どうだろう。ま、一応行ってみようか。大丈夫？犯人はこいつだね。こら、さっきから
彼女にいたずらしてたのはお前だろう。ダメだよ。そう。フェレットじゃなくて、これはテンだね。触ると危ないよ。こう見えて結構獰猛なんだ。今何か失礼なこと考えなかった？あっちに行きな。ほら、手を取って。どうしたの？もしかしてさっき転んだ時に怪我した？あの怪獣、逃がさずに捕まえて丸焼きにすればよかった。冗談だよ。歩けそう？ちょっとじっとしてて。よっ。最初からこうすればよかった。重くないよ。ただじっとしてて。でないと落としそう。着いた。はい、どうぞ。扉は？みたいだね。危ないよ。怪我してるんだから無茶はしないで。寒い。はあ、確かに息が白いや。まあもう夜だしね。みぞれだね。外は暗いし、君は怪我をしている。ここにいた方が安全だよ。とりあえずリビングに戻ろう。はい、これとこれとこれを着てて。体が冷えるよりはいいよ。あと本を薪代わりに燃やすんだよ。さっき君がやってたじゃないか。君の方が大事だから。確か乾電池に銀紙をくっつければいいんだっけ。あ、着いた。どうだろうね。俺のものかもしれないし、アリスティアのものかもしれないし、母様のものかもしれない。でもいいんだ。俺には本物のお姫様がいるから。それよりもそこに座って休んでいなよ。しばらくすればあったかくなると思う。さっきも言っただろう。下手に外に出るよりここにいた方が安全だよ。それにきっと誰か助けに来るよ。
帰ってこなかったら心配するだろう。君の兄弟も俺の母様も。手を貸して。これで少しは暖かくなるといいけど。そうだっけ。嘘だよ、覚えてる。忘れるわけない。ずっと会いたかった女の子との思い出なんだ。何